皆さん、こんにちは。c x クサル c h チャンネルへようこそ、ヒロピーです。えー、本日は5月29日、月曜日、ヒロピーの FX ニュースをお知らせしたいと思います。えー、ちょっと思った以上に早かったです。債務上限問題、アメリカですね、えー。基本合意、原則合意という報道が土日流れました。えー、そしてですね、まあ、これを受けて窓開けスタートとなったわけですが、えー、おそらく金曜日、 余計にオーバーシュートしてなんで強いのかなと思ったら、まあ、多分これが噂で流れてたんでしょうねアメリカ市場で。はい、なので、まあ、あの金曜日も下落することなく140円大きく突破しちゃったのかなとは思います。 えまあしかしながら、今日もアメリカ休場なんですけれども、えー、東京時間ではえ窓開けで高値つけて、えー、もう9時台にはえ東京市場オープンで、そこからドル円が下落してます、ちょっと株ごめんなさい、まだ見てないんですが、まあ多分下落してるんじゃないかなと思います。はいえー、まあただ、しかしながら、まあ、原則、大きな波は上方向なので、ちょうどいい押しめの水準をどこかでえ作ってくれたり。 えーまあ、呼吸系場所になるかなと思います、まあ、その辺はですね今日のスライドを全体的に見ながらチャット分析して、まあ、見ていきましょうじゃあ始めますこの土日に、まあ、民主党と共和党で、えーまあ、議論が交わされて内示ではないんですけれども、まあ、基本的にはじゃあもうこの内容で、えー、妥協しましょうという内容にす、えー、り合わせが終わったというそういうレベルですね えこれから議会に挙げて採決を取ります。はい。えー、で、まあ、一人二人が反対するとちょっとグラッと行くような、今、民主党と共和党の割合ですけれども、まあ、会員さえ通ればっていうところなので、あの、まあ、一応31日採決見込むというところで、まあね、あの、議決権などは本当に半々ギリギリなので、余談は許しませんけれども、まあ、 多分大丈夫でしょうとは思います、はいえー、ここで KY なことを空気読めないようなことをやるこやる議員はいらっしゃらないんじゃないかなとは思うので、えー、そういったところで、まあ、ほ,ほぼ折り込んだでしょうというところですはい、えー、といったところで、まあ、やっぱりドル円が、えー、セルザファクト的に動いてるのは、まあ、当然ちゃ当然かなとはいでまあ別にねデボルトしたといっても1週間2週間全然問題ありませんので、えー、そういったところでは えーまあ、仮になったとしても、リスクオフになったとしても、それはもう多分短命で終わる。逆にですね、またなんか採決失敗するとかしないとか、ちょっとひともんちゃくあって、ダーんとドル円落ちたところがちょうどいい会話かもしれません。はいえーまあ、そんなイメージでおります。内容を見ときましょう、バイデン大統領のコメントです。内容はは妥協なな産物でであり誰もが望むわけではないと 原則合意とした内容、債務上限の適用停止、24年、25年の予算の歳出を抑制する、低所得者向けの医療支援、あ食料支援に追加就業条件などを盛り込む、未使用の新型コロナウイルス対策費を取り崩すというところで、まあ、予算をうまくさらに節約して合意したという内容でしょう。まあ、あの共和党はいいろろと 交渉した結果、これが、まあ、民主党政権だけれども、絞り取ったぞっていうことを PR したいので、まあ、民主党がどこまで泣くかっていうところだったんですが、まあ、この辺で着地するのではないかなと思います。はい、えー、そういった状況でした、えー。現在ですね、4時17分かな、えー、140の38銭ぐらいで推移しているみたいです。はいえー、先週の金曜日、PCE の結果をお知らせします。 えー、市場予想を少しだけ上回る結果となりました、えー、PC、えー、個人物価ですけれども前年同月比4.4%、えー、前月比レベルが0.5%という内容になりました、えー、下げ止まり感はやっぱり CPI コアと同様に出てますね はい、そして PC コアの方ですね。こっちの方が重要ですね。はいえーまあ、前年同月日4.7というところで、おやおや、CPI はこの間4.9でしたし、CPI コアはもっと低かったんで、まだ個人の方の物価は高い状況です。はいえーまあ、なので、ここが厄介ですね。ここがやっぱり最後下がらないと、悪いインフレ、スタグフレーション状態が解消されないので、 一番、えー、重要なところは、えー、消費者、えー、雇用統計に発表される前年同月比ベースの賃金上昇率とこの PC コアのところが逆転しっかりしてくると一安心かなと、えー、これを今いいところまで抑え込んでて少し上昇し始めてしまってるのでかたや賃金上昇率は前年同月比で 下げ傾向が継続してるんで要するにまた下げ状態がまたこう縮まってきて縮まってきてくっと開き始めてるこれよくないですよねはいなのでここを直近 FRB メンバーは嫌気させててあの利上げ発言をされていたのかもしれませんはいえーまあ、よってですねまだまだ利上げの可能性は高まっているう可能性はもう一発あるかもしれませんはい でその、えー、シカゴの金利のです、ね、水準と言いますと、えー、市場とは勝手なもんで23%、17%とも,うもはや利下げテンションだったのについ先日から64%、65%と利上げ予想が上がってきたんですね。折り,や折り込みを相当し始めてる、はい、6月14日の FMC で。といったところで5.5五にやっぱり結局やるんかいと。 ところですね、はいえー、もしかしたらこれで盛り上がってってドルするのしないのでこう右往左往してですね市場がそして利上げしたところがまたセル・ザ・ファクトになるかもしれませんはいドーンとちょっとこのうやむやな状態が面白いかもしれないですねはいえー、といったところでちょっと極めて難しい局面に入ってきましたまだ2週間 向こう2週間大荒れするんじゃないかなというところでドル円、ユーロドルはかなり難しいかなと思います一回このタイミングでチャート見てみましょうドル円です4時間足朝1、えー、窓開けスタートの140の92銭をつけて、えー、現在反落中おっとさっきは22銭まで下げたんですねちょっと1時間足で見てみましょうあ3時台つけてたんですねあちょうどここサポートですね まあ絶対入るでしょう最初はこの後欧州時間まあ今入りましたけれども特に5時台から大きく動き始めますんでここをハンティングしてくるかどうするかっていうところが見極めどころかなと思います RCI 的にはですねもうこれ完全に売りです売りシグナル大転倒中ですねえー12そうですね7時あたりから加速しやすいですね6時半7時8時678時で この RCI26 が0.00を割り込むタイミングになってくると面白い展開です。つまりですね、まあ、この辺で一回ちょっと揉み合って、もう一回タッチしてちょっと上げてみたいな、こんな値動きしてくれるとですね、今日の月曜日の夜、えー、入浴時間は思惑通り動きやすいかなと思います。まあ、今上げちゃっても先にいいんです。なんかこうなって、こうなって。 こうななってくれるるとととストーンと落ちるかなとこんなに時間かかんねえかもうちょっとこんな感じにしときましょうもはやこんな感じでねこれでも11時だちょこっと揉み合ってくれると26が安定的にこう下落しててくれるんで52はまあちょっと横ばいからちょっと80ライン割れるかなってこのタイミングが50あるし52このオレンジが80割れるタイミングとえ26がですね ゼロゼロラインを割れるタイミングが結構重なるとですね、調整のタイミングでスパーンと抜けるんですね。これ非常に、えー、使えるうテクニカルです。まあ、僕が重宝しているやり方ですね。まあ、これあの、今オンライン、あの CF オンラインは、えー、サロンで1ヶ月うご購読いただいた方に全員で無料でプレゼントしてるんで、えー、参考までにちょっと見といてください。今日の6時から 11時までの間に勝負がちょっと決まるかなと思っといてください。はい。その場合結構早いと思います。ドーンと一気に139の50銭ぐらいの手前まで追い込みやすいんじゃないかなと思います。はい。これね、この形状僕大好きです。これ、これ,これ一応 r c のだいぶージェンスです。で、52こうやって右肩下がりですよね。だけれどもトレンド上がってますよね。はい。これは反転の傾向です。かつ、もう MacD とかってね、 ダイバージェンスでつってもこの数値が2万とか8万とかあってダイバージェンスはダイバージェンスだけどどのタイミングやねんということが多いんで僕は RCI のダイバージェンス一番参考にしてます RSI もねちょっと早く出すぎる傾向があるな RSI なら9とか14ならもこの辺で出てるかもしれないです一番精度高いと僕的には思っているんで RCI 結構使ってます重宝してます この時もまあ似てますよね。このタイミングが重なってくると、これですね。もうちょっと RCA50 がこっちか RCA20 がこっちだったらタイミングが良かったんですけど、まあこういうフェーズを狙ってるわけです。はい。えー、ぜひちょっと見といてください、皆さん。はい。<laughs> そしてポジションの傾きです。現在、えミ、ー、ナの FX では買いが53%、売り55%という水準になってます。うん、売りはもう古典パにやられちゃいましたね。僕も、 えー、先週の配信で、まあ、運よく139円の50銭前後でドル円は全部売り食えました2 3 0 0ポイントずつ全ポジション抜けました、えーまあ、その後1回ちょっとショートしたんですけどもこれ踏まれちゃいました140円で損切りしたんですけどまあ560の損切りと2エントリーですね、えー、損切りしたんですけども結構似たようなまあもうちょっと膨れてたかなそれよりさらにスカスカになってるんで。 まあ、しょうがないですね。まあ、もう負けたんで、エントリーはしませんけれども、まあ、組み合わせ的には、極めていいですね、これ。しかもね、これ1、1%超えるってなかなかないんですけども、今のこの140円のこの20銭で、23?25 銭ぐらいでガツン買って、ここでサポートされたのを見て、今、少し要線が出てるんで、今、これ、成り行きで入っちゃった人多いんですよね、140円の40銭。めちゃめちゃ高値掴み、最後の集団じゃないでしょうか。 これ、ロ老素菓子専門の奥でやってるやつです。上がって上がって下げて下げて、さあどうしようかなみたいに考えてる人のゾーンですね。こう揉み合ったときに、ここのサポートラインでレバー張って買ってくる人が、ここで増えてきているわけで。で、この人が損切りをくつったらもうこの下か、この139円の50銭ですね、明らかに。まあなので、ここを、 やっつけに行くと、さらに走ります。面白いぐらい。スパーンと、ドーンみたいな。まあこうなるのかなと。ね、この人たちの、損儀量を置くとしたら、139円の50銭でしょうね。この人たちが、まだこれ下がってからね、まだ買いが膨れますから、絶対。で、今売りいないですよね。べこっと。なので、もう最後なのかなと。まあ実はもう先週の木曜日からこの傾向出てたんですけど、 ちょっと掴みきれませんでした、僕は。はい。<laughs> まだこっから狙うって人はやってみてください。一回勝負ですね、逆張りは。あとそれ以上はやんない方がいいです。経験上ですが。が僕は仕方なく深い惜しみが待ちます。はい。<laughs> えー、そんな風に見ております。今週前半。てか、もはや今晩、明日。はい。あともう一つ、広瀬の方も見ておきましょう。はい、ご覧の通りです。決まりましたね。<laughs> パンパンですよ、皆さん。貝が。パッツンパッツンです。 これは2対8とか1対9でしょうか。ね。広瀬の会の傾きと、みんなの FX の会の傾き、もう紛れもないのではないでしょうか。言うまでもない感じです。いやー、ここでショートしたかったな。はい。こんな具合です。ぜひぜひ皆さん参考にしてみてください。特にあのスキャルとかデートでやってる人だったら面白いかもしれないですね。ここ、今晩勝負される方は。 はい、その方が経済指標で、えー、トリガーとなる内容ですが、今日はアメリカ球場で、えー、特に何もありません、明日もですも、ね、ケースシラーのみです、えー、ようやくマイナスに転じてきます、えー、アメリカの,このケースシラーというのは、えー、主要10都市、20都市の住宅価格の平均値なので、これは非常に信憑性あります、3月分ですね、ようやくま転してきたんで、まあ、それは CPI も下がってきますよね。はい えー、そして、えー、水曜日からようやく本格的な経済指標発表があります。中国の PMI とオーストラリアの CPI、フランス CPI、ドイツ CPI というような感じですね。あと、ポイントとしては夜、えー、23時に、えー、アメリカのジョルツの、ね、求人件数っていうのが結構最近これでよく動くのでここポイントです。仮にですね、まだ高根県でくすぶってて、 えー、この発表で940万人をガツンと下回ったときは、ちょっと強めに反応すると思います。それはそれで面白いので、まあ、このタイミングぐらいでショート振るのもありかなと思います。はいえー、僕は本日、様子見です。そんな感じで、えー、今週前半の戦略をイメージしております。はいえー、どん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  FOMC に近づくにつれて、難しいマーケットになってくると思います。ね こうやって見直してみると何でもない上場トレンドで簡単じゃんと思いがちですが本当に難しかったですねはい僕も逃げきれませんでしたここのわずかあと7ピップ8ピップぐらいだったんですけどこれで逃げずに土填買いできず泣く泣く137の50銭から買ったんですけども、まあ、それでも遅くなかったですねはいマーケットは難しいですねはい、えー、また次カウンターの出番かなと思います トレンドライン引いて割れてきて戻したとこスパーンといけるかどうかというところが注目です。教科書通りっちゃ教科書通りなんですけどもなか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 うまくいかないのがトレードですね。はい。ただこういうのも相場です。楽しみながら、えー、マーケットと付き合っていきましょう。 はい最後にお知らせです。先ほどもご紹介した RCI4LINE、1ヶ月ご購読いただいた方には、全員にプレゼントしております。1ヶ月以上ご購読いただいた方に付与されて、その後退会してもですね、RCI4LINE の定携チャート、こちらですね、これはもう永遠に付与されますので、ご安心ください。その他いろんなインジケーターとかテクニカル分析のテンプレート、3ヶ月おきぐらいにメンバーには配布しておりますので、 そちらもご興味ある方、概要欄から、えーほえー、キャンプファイヤーのページ見てみてください。特典いろいろ見れます。ちょっと3980円高くてあれだよって方は、YouTube メンバーシップの限定動画からご入会してみてください。 はい今週のライブ配信のお知らせです。えー、金曜日、雇用時計ライブございますので、ぜひ見に来てください。えー、今晩は、ローソン菓千本ノック o c、えー、サロン生と、えー、YouTube、えー、会員メンバー限定でございます。えー、いつも通り、ローソカシチャート分析しながら、ちょうどね、今、ドル円がいい形状してるし、まあ、僕は今、ユーロドルとポンドドルのロングを、えー、始めましたけれども、その反転トレードを狙った内容にとぴったりなので、 まあえー、勝つか負けるかは分かりませんけれども、えー、シナリオを立てて、えー、ロストカしシだけで勝負していくというスタイルで、えー、解説入れていきますので、えー、ご興味ある方、えー、入会してみてください。アーカイブ動画も見られます。はい、続いて、ビットコイン。えー、暗号資産のチャート分析していきます。ようやくビットコイン、抜けてきました。いやー、長かった。この SMA30 と SMA90、3ヶ月平均戦ですね。ずーっと揉み合ってたんで、 いつだいつだと思ってたんですが、昨日でしたね。はい。ちょっと拡大します。SMA30。30日移動平均線なので1ヶ月ですね。で、これ90日。はい。えー、ビットコインは土日もずっと祝日もずっと24時間365日なので、僕はこの平均線で愛用しております。本当にこのレジサポがですね、ぽよんぽよん、三角持ち合いのように、あのー、阻まれて。 どっちに抜けるかなとちょっと下に抜けたらやばかったんですが上に抜けたのでよっしゃって感じですえしっかりと抜けてきましたうーんアメリカの債務上限問題で上がったっていうふうにま解説今日はされやすそうですけれどもまぶっちゃけそんなのはただのきっかけに過ぎずなんか狙っていたような気もします世界がはい全然どうでもいいネタなんで債務上限なんていうのはえ個人的にはですね6月1日から香港で えー、仮想通貨取引何年ぶりかに再解禁でございますこれが一番大きいと思いますチャイナマネーは過去にこのマーケットを大きく動かしてきましたからあのー、結構期待していいのではないかなと思ってます香港が動くつまりもう中国が動くということですので、えー、香港在住の KYC は通れば、えー、ファンドも動けますので チャシルクドーン前,、えー、前回のですね前々回かなアメリカのシルクロードの,あの売却想像でガーンと落ちたんですけども5月前半ねあれも全部吸収しちゃうほどのインパクトあります全部食いつぶすでしょうあのやつらは底なしの金額動かしてくるんでかなり影響は大きいのではないかなと思います はい、そしてまあドル支配から逃れようと動きがやはり世界的にも強いのでいやビットコインは本当に最強通貨になるんじゃないのかなと思います通貨、アセット、はいえー、そういったところで大要請出現させてきました今後の値動き今週面白そうです、見ていきましょう、まあ、正直、もう次のトライはですね年収来高値です。 前回この410万円411万円とかつけていたところに、えー、トライしていくというふうに個人的には予想してますんで当然ここの380万円のサポートラインここね381かな381にしときましょうここポイントになりそうです 実はね今ぐらいの価格が結構狙い目かなと思ってます。えっと、4時間足ぐらいのとすとこんな感じですね。ガッツン上がって、あ、もうちょっとかな。この SMA7 ってまあ、あ、9か。ごめんなさい、これ九なってるな。勢いときってこの7に8って動くように、えー、あの上昇トレンド、下落トレンド発生させやすいので、まあ、イメージ的には、例えばこっちは下落ですよね、前回。 これうよよに下落しますよねなのでタッチするタイミングでもうエイヤで入るしかなくてですね、その時に結構重宝してます。で、綺麗な上昇トレンド中の時によく出るんで、えー、初動とかですね、あ、これこれこれ、この時もそうですよね、ニョキッと伸ばてタッチしてベャンみたいな、こういうのが僕大好きで、えー、これを狙った値動きを意識してます。ですので、次の4時間あ、ちょうどね、 えー、間もなく時間変わって切り替わってここか、えー、389万円このあたりのタイミングあと12万円かなこのあたりで入りたい意識だいぶ僕は高めでございますはい <laughs> えー、でまあその SM7 にタッチしてスパイクでピュンと上がったところを取りに行くまあすでに持ってるんでね、えー こんな状況ですけれども短期でもう一発入れてもいいかなとレバー張っていくタイミングかなと思ってますちょうど、まあ、約500万円の残金に対して200万円プラスになってきましたえーまあ、ここで今すぐこんな感じで押して買ってみたい気もするんですがあら買っちゃった間違えた、えー、こんな意識でおりますちょっと強気でいきたいなともう一発ちょっと間違えて買っちゃうあ間違えて買っちゃった はい、こんな感じで、えー、ちょっと強くでいきたいなと思ってます、はい。はい、続いてイーサリアムです。えー、同じくですね、SMA30、そして SMA90、これをも、えー、み合いでしたが、えー、明確に上抜けてきました。ちょっとイーサリアムの方が強かったですね。はい、ちょっと上に乗せてから、えー、そこからぽよんとリバウンドした感じです。えー、今朝二27万ギリつけたかぐらいでして、えー、非常に良好な形状になってきました。完全突破ですね。 はいえー、今週はここを突破して28万、えー、5000円後半を狙いに行くイメージでおります。サポートは当然26万円とかこの辺りレジサポラインなんですけれども、まあ、ここまではネックラインまで落ちる。 理由もなさそうだなと思ってるんでまた早いタイミングで仕掛けていくとなると、まあ、4時間足ぐらいで SMA のこの次の足ぐらいここで26万5000ぐらいから入っていくとやりやすいかなというふうにイメージ持ってます。マクディも上昇始めましたしねしばらく0ゼ0ラインで、えー、キープされてましたんでこのタイミングでぐっと上上がってってくれるとさらに上昇トレンド継続しやすいので、まあ、トレードしやすいかなと思います。 はいえーまあ、いずれにしてもですね、ビットコインイーサー、チャイナマネーの、えー、押し上げ、えー、威力をに期待して、キープしてですね、まあ、イメージ的に去年の、また次の高値圏に目指してですね、えー、向かっていくのかなあ、ちょうど週足もですね、90週足にずっと上値で押さえられたんですね、ビットコイン。いいですね、ここ突破したら結構強そうですね、ドーんと。480万とか。 この辺まで狙いたいんかな、ここの大きな下落の戻しってどうなんだ、今。史、は、上、い、最高値から、えー、去年の調整のフィボナッチ引いてみますと、半値戻しはちょうどなんと500万円ぴったりぐらいですね。はいまあこの辺りを狙う,う内しは38.2%、えー、38. 433万、まあ、ここが2つの、えー、目安になるかなと思うので、まあ、抜けた時 えー、この辺りを意識しながらスイング引っ張っていくといいことありそうです、えー、僕は引き続きポジション今、えー、買い増ししてですね、まあ、この含み益を増やしていきたいなというようなイメージで、えー、トレードしていこうと思います、はいえー、今現在使っているのは楽天ウォレット、えー、レバレッジ取引です、えー、ビットコインのレバレッジ取引でただ縦玉管理料が無料、えー、メーカーテイカーで、えー、メーカーの方差し値注文をマイナス手数料がもらえるというところで非常に 最高の取引所でございます、はいえー、もしご興味ある方は楽天ウォレットと検索してくださいここの証拠金取引ここをポチッと押していただくとこの取引所に飛びますんでえー、ミログイン状態でもですね使い勝手こういう風に、えー、の見れますんであのー、ぜひお試しくださいここのチャート拡大ボタンを押すとこんな感じで画面共有もしやすいですはい YouTuber の皆さんもぜひ参考に宣伝しやすい取引所なのでぜひ実行してみてください というところで今週も皆さんトレード頑張っていきましょう以上ヒロピーの FX ニュースでしたお参考まで2023年初夏トレーダーオフ会開催します <laughs> では概要お願いしますはい日時ですが6月10日土曜日、えー、夕方6時から8時の間を予定しております場所は東京の、えー、銀座周辺です、はいえー、費用5000円、うんえー、参加人数、えー、40名様限定の先着順となっておりますはい 申し込み期限が六月一日水曜日までとなっておりまして CXR の参加メンバーがヒロピーさん、山マラさん、ヒロシさん、はい、小山さん、ゆかティンの五名が参加いたしますヒロシがついにデビューです <laughs>、はい、これは半年に一回開催していて結構皆さんトレーダーって孤独でトレードされている方も多いんですけれども、はい、あそういったトレーダー仲間を作りたいとか CXR メンバーとお話ししたい何か相談事したいとかあれば、はい ぜひ参加していただければと思います。はい。えー、大体お友達になってお帰りになっていただきます。はい、こういったオフ会ですけれども、えー、10年以上前に、10年ぐらい前かな、えーはい、僕も、えー、ひろしさんも、小山も、こういった会で、はい、 出会いました、まあ今でこそこんな会社を立ち上げて <laughs>、はいえー、メディアもやっておりますがいろいろなですね出会いのきっかけになりますので、うん、あちなみにそういった、えー、オフ会に参加したこの3人ですがその時講師は山中さんがやっおそうすんです、ねはい、そういった出会いができますので一応ビュッフェ形式で飲み放題にもなっていますので、まあ、お一人の参加の方も女性の方もですね、はい、あの割とこう立食でお話し しやすすいい形にななってるかなと思いますので,です、はい、女性メンバーも前回、ね、何人かいました、うん、2割ぐらいいたね。ということで女性のトレーダーさん投資家さんってかなりレアキャラでございますが <laughs> こういったオフ会に来ると何名かと知り合いますので、はい、本当に話が弾むと思います、はい、ご参加してみてください。はい、ちなみに1月のトレーダーオフ会に参加した人が 1>、はい、某1名 1>、はい、すでにうちで仕事してますね。<laughs> <laughs> はい まあ、こういった機会もあります、はいえー、ぜひ CXR メンバーにもなりたいかもしれないという方将来的にやってみたいという方もご興味ある方はぜひ参加してみてください、はいはいえっと。申し込み詳細に関しては概要欄の方にリンクを貼っておりますのでそちらをご覧ください。以上 CXR かららのお知らせでした